今日は終始、気合合の伝わってくる試合でした。振り返っていかがでしょうかそうですね、まあ、前半の入りからチームのいい流れを作れていたんですけど、まあ、結果的にまあ2失点して逆転負けてしまったんで、まあ、そこはディフェンス陣の責任だと思います。はい、あの久しぶりのスタメンとなりましたけれども、どんな気持ちで試合に臨まれましたか。そうですね、まあ、本当に5月以来のスタメンだったので、まあ、本当に気持ち入ってましたし、まあ、 両センターバック、イさんと坪さんに支えられながら今日は絶対勝つという気持ちで試合に臨みました川岸選手らしいあのおたけびもありましたけれども気合入ってま本当に日もう、今日一1試合だけで死んでもいいというぐらいの気持ちで試合には臨もうと思っていたのでもう気合の部分ではピッチの誰よりも一番入っていたかなと思います。 まあ先制した中での逆転負けとなってしまったんですがこの結果はどういった範囲があると思われますすかそうですねやっぱり先制した後ちょっと受けに入ってしまっている部分があったり、まあ、結局、クロスからの2失点だったので、まあ、そういう球際の部分というのが大事なのかなというふうふに思います。 この試合の結果によって降格権が決まってしまったわけなんですがまだ降格が決まったわけではありません、次に向けてお願いします。すそうですね、本当自分たちは前に向かってやり続けるしかないので一戦一戦、本当に死ぬ気で戦うことを、まあ、サバーターの皆さんにも見せたいと思うので本当に一戦一戦大事に頑張りたいと思います。